パリ・ルアーブル線は、フランスの鉄道網における、放射状幹線のうちの一路線である。路線延長は 228km。イルド・フランス地域圏から、オートイコールノレマンディ地域圏を貫き、パリから、マントラ・ジョリー、ルアン、ルアーブルの各都市圏を結んでいる。線路は、パリからルアンにかけては、勾配が緩やかな線形をとってセーヌ川を6回、渡りながら、 大方、セーヌ川流域を通る。ノルマンディー主要部の北部、港のわずかな起伏のある大地上へは、少々困難かつ大きな土木工事を行い、長い勾配によって達する必要があった。これらの土木施設は、大きな輸送量に対応する高水準の設備を有している。1843年から1847年にかけて、パリからルアン、そして、 ルワーブルの港を結ぶ目的で開業し、多くの旅客の地域間輸送を確保した。また、フランス第二の開港である、ルワーブル港とパリ都市圏を結ぶことにより、多くの商品輸送も担った。トランジリアン・パリ・サン・ラザールや、テルオート・イコール・ノルマンディの列車とともに、アンテルシテとなったコライユが運行している。この全身的飽和状態は、 この路線の設備の質にもかかわらず、後に復活される前に取り消された LGV ノルマンディーのようないくつもの計画を生み出した。また、線路容量の大きな増大と関係促進を可能と、スルノルマンディ、ー・バルドセーヌ高速連絡線のような計画もあった。本路線は、国有鉄道網の3 4 0 0 0 0 0を構成する1838年、フランスには各地に、 様々な鉄道が点在した。しかし、国内の主要都市圏間を結ぶ幹線はまだ存在していなかった。イギリスの鉄道網が1836年以来継続的な拡大を遂げているのに対して、フランスにおいては鉄道網の拡大は足踏みしていた。その原因は技術者の情熱不足ではなく財政難であった。事実、実業家たちは 重い負担をかろうじて引き受けることができるのみであった。一方で冒険を試みる資本家はわずかなままだった。それでも大計画はパリから海岸部への感染を含む調査に着手した。資本家たちは異なった経路を提唱する2つの会社を設立した。一方はセーヌ川の谷をたどるルートであり、他方は川を見下ろす大地上を通るルートであった。 1838年、資本金9000万フランで設立された第一会社は、新路線の営業権を得た。第一会社は、パリからルワーブルをルアンを経由して結び、また、ルビエ、エルブーフ、ディエップなどへの数本の支線を建設しなければ、ならなかった。しかし、その時、オルレアン鉄道の株式は、大幅な値下がりに見舞われた。その発起人たちは、 投資家からの信用不足に直面し、事業が挫折するのではないかという恐怖に怯えた。再調査された計画は、1840年から99年間の期限で新たに認可された。今回は、パリとルアンのセーヌ川の谷をたどって結ぶことを目的とした。会社は認可の日より5年にないという期限のもと、全責任を負って、インフラを整備する義務を負った。 会社は500フラン株から構成される3600万フランの資本金を有した。また、利息5%で1848年7月15日から30回で、償還の貸付金1400万フランを国より得た。全長1 2 8キロメートルの路線は、伏線で建設され、勾配は1メートルあたり5ミリメートル以下、曲線半径は1 0 0 0ル以上とされた。 路線はメゾン、ポワシー、ムラン、マント、ボニエール、ベルノン、サンピエール・ラガレンヌの最寄り駅、サンピエール・デュ・ボブレ、セイント・ピエール・ジュ・ボブリー。ルビエの最寄り駅、ポンドラルシュ、トゥール・ビルの最寄り駅など多くの町を通る。路線の建設には注目すべき多くの大土木工事や、岩盤を掘った深い切り通しを要した。多くの場合斜めにかかる数多くの橋は、 道道を越えるために不可欠であった。その代表例は、ムランとフランを結ぶ道路との交差部である。また、谷の最も狭い部分では、鉄道を道路と下手にある川床の間に通すために、往々にして、大の道路を曲げる必要があった。路線は、最終的に、ルーアンの町外れ、左岸に位置する、サンスベールまで到達する。1841年5月に始まった。 建設工事は活発に行われた。イギリスを手本として多量のレンガが使用された。また、路線技師のロック、受け負い業者のマッケンジー、ブラス製、建設に携わった一万の現場労働者の大多数はイギリス人であった。二年後の1843年5月9日に開通式典が行われた。一番列車は改装として運行された機関車に、 先導され、8時にパリサンラザール駅をルアンへ向けて出発した。列車は平均時速3 7トルで走行し、6駅後、12時56分にノルマンディーの主婦に到着した。1番列車の15分後にパリを出発した2番列車には王子たちが乗車し、ロックが運転した。すべての経路は飾り付けられ、ルアンでは国民軍、軍人、 旗を持ち気象を身につけた会員議員、そして人々が開通列車を出迎えた。路線はルーアン大司教の数奇教によって祝福された。会社の初期長であったロックとティボードは王よりレジオンドヌール勲章を叙勲された。それでもルーアンの人々は貨物ホームの装飾にイギリス国旗を広げることや行列の中のイギリス人労働者の存在には反対だった。 他の町々はその歴史的対立を共有せず、喜びを共にするすべての人を受け入れた。パリ側の起点駅から、コロンブまでは、旅客一人当たり553チーム、消費に1トンあたり63チーム、石炭1トンあたり33チームを支払って、サンジェルマン線の一部を借用した。また、駅、取扱手数料として、 消費に、トンあたり43チームを支払うか、サンラザール駅で荷下しを行った。路線の建設費は、オルレアン線の建設費よりも30%上回った。1844年9月には5100万フランに達し、さらに、ルーアンを半横断する費用として670万フランが付け加わった。会社は、 総額400万フランの政府貸し付けと、それぞれ600万フラン、500万フランの2回の借金によって、その負担を負うことができた。幸運にも成功は約束されており、営業利益はすぐに増大した。実際に、開業1週間で1万1899人の旅客が利用し、8月22日から28日の1週間では1万7241人の、 旅客が利用した。輸送量全体としては、6月中で35万603フラン、開業後6ヶ月間では276万4777フランの収入があった。1842年6月に認可の降りたルーアンルアーブル館は、1847年3月の開通よりすぐに、さらなる活力をもたらした。 1843年に開業したパリ、ルーアン線は、ルワーブル港まで、早急に伸ばすことが不可欠であると政府にみなされた。この新区間の開業によりパリは、グレートブリテン島やアメリカ州と結ばれる海まで6時間で、到達することができるようになる。このことは船舶により、パリ地域に到着していた多くの商品を必要に応じて、 中間的な貯蔵なしで輸送することを可能にする。建設を容易にするため、営業憲法は、年利3%、8年管理息免除で1000万フランを貸し付けるのに加えて、工事の進捗に応じて、次の4回で支払われるべき総額800万フランを、会社に与えた。さらに、ルアーブル氏は補助金100万フランを付け加えた。高い建設費に直面して、 2000万フランの資本金を有する会社は、1847年3月までに8 7 5万フランの借金に頼らざるを得なかった。パリ・ルアン間とは異なり、ルアン・ルアーブル間では、広い幅があるにもかかわらず、セーヌ川の谷の低地ルートを破棄し、セーヌ川を150メートル下に見下ろす広大地を通ることとなった。このルートは、 1838年に交通連絡が計画されたディエップにも近づける一方で数多くの土木工事のために建設費を増大させた。ルーアンとルアーブルより第一条に上るために二つの谷が利用された。しかしながらまたいくつもの谷を巨大な橋梁で越えなければならなかった。したがって路線は 橋梁数約100を数え、489万5338立方メートルの森土を必要とし、ルアンを迂回するために必要不可欠とされた6387メートルの近く間を有する。これは谷の都市化のために義務的なことであり、路線は町を分断することはできなかった。建設工事には、 石材を好むフランス企業の強い反感にもかかわらず、先に開通した区間と同様に連打が広く用いられた。それでも、発生した追加費用は取り扱いに慣れ再雇用されていた、作業中のイギリス人現場労働者の人件費削減によって埋め合わされた。その上、建造物の強固さは、イギリス海峡の向こうから退去してやってきた彼らの数によって確保され、 さらに土木局による試験の対象ともなった。引き渡しは1846年1月には完了したが試験は延期された。その月にまさに完成したばかりのバランタンの橋梁が崩壊したのである。このことはバラストの積みすぎもしくは支柱の脆弱さを非難する激しい議論を巻き起こした。橋梁は1600万個のレンガを用いて 大急ぎで6ヶ月で再建された。最終的に路線は1年の遅れをもって1847年3月20日に開通式を迎えた。その翌々日には旅客営業が開始され、31日にはついに貨物営業も始まった。1848年2月24日の革命の動乱は一時的に交通を遮断した。 消失した、ルアンの橋が再建されるのは4月15日まで、待たなければならなかったし、アスニエール橋が再建されて、パリ・ルアーブルカンの列車が運行を再開するのは6月15日になってからのことであった。1843年の開業に合わせて、製造された40両のうちの1両、ブッディコム33号機関車。現在は、ミュールーズのしてデュトランに保存されている。 路線は、長らくの間、時速130キロメートルを可能にした、西武鉄道のパシフィック型蒸気機関車が活躍した、伝説の地であった。この蒸気機関車の性能はとても馬鹿にできない、ものであった。例えば、1962年の料金割増しの一等特急列車は、パリサンラザール駅からアルアーブルを2時間26分で、結んでいたが、 この記録は走行中に、レールの間に縦に掘った水槽より水を汲み出して、給水し、中間停車駅は、ルアンリブドロワット一駅に抑えたことによって、達成された。1966年の電化後、所要時間は短縮された。例えば、1975年の料金割増しの一等。 特急列車らもうえってやらフレガット、エル・アルバトロスは途中ルアンのみの停車で1時間45分で結んでいる。1974年まで大西洋横断総合会社の定期船連絡列車、ニューヨークイコールエキスプレスが走っており、ルアーブル港駅で客船、フランスと連絡していた。2007年時点では全ての列車が1、もしくは 複数の途中駅に停車し、交互に存在する。これらの列車の所要時間は2時間から2時間4分で、ある。したがって、現在、所要時間1時間45分の列車はもはや、存在しない。それ以来、その所要時間を保証することは、現在も、将来的にも困難である。特に、パリの大きな王冠における、輸送量が増大しており、貨物輸送量も、 大井東路線は常に、飽和の瀬戸際にある。1991年の新線計画は、LGV ノルマンディの計画を示したが、今日、この計画はもはやミニステルでチューテルの開発計画の中に書き込まれておらず、分析レベルを除いて、短期的には進展の見込みはほとんど残っていない。TGV 東ヨーロッパ線開業は、パリ東駅と、 フランス東部の特急列車に重当されていたを BB15000 型を開放した。このより新しい機関車は当線連覇以来の創建な BB16000 型を少しずつ置き換えている。路線の方は、特に郊外線のトランジリアン J 線の影響で特急列車がしばしば遅れるポアシー駅、マントラジョリー駅間の飽和状態に対処するために バスノルマンディ地域圏と、オートイコールノルマンディ地域圏は、イルドフランスに位置する遠く間の整備に財政面で参画、している。パリからアルアンまでは、その大部分でセーヌ川左岸を通る経路で建設され、直線区間では風上に向かって、流路をたどる。路線は、川を見下ろす樹木で覆われた大地の川の蛇行により、突き出ている部分の最も狭い箇所を、 掘られたトンネルで通っている。結ばれている二つの大都市圏に加えて、路線は、セーヌ川とその主な支流沿いに点在する多数の、小さな工業都市に通じている。路線は、コロンブで1837年開業のパリ、サンジェルマンアンレー線を分岐し、ブゾンとメゾンラフィットとわずか数キロメートル間隔で、セーヌ川を2回横断し、サンジェルマンアンレーの森を横断した後、 セーヌ川沿いを走る前にポワシーへと至る。レムローを経て、マントラジョリーに至った後、路線は、ロルボワーズ水道で、蛇行部分を、ショートカットし、再び、セーヌ川沿いに出て、ベルノンを通りつつ30キロメートルほど進み、再度、川の蛇行部のベナブルア脈を2つのトンネルで斜めに、横切る。路線は、 トール川の幅広い中石平野を横断した後、ルマノワールでセーヌ川を渡りウガン川を走行する。トゥールビル水道を抜けた後、路線は、オワセルで、再び左岸に移り、ルーアン・リブゴッシュ駅へ向かう。ルーアンからアルアーブルにかけて、路線は、セーヌ川の谷から離れ、河の大地上を通る。路線は、ソットビル工場付近で、パリ、ルーアン・リブゴッシュ線から離れ、 全長370メートルの橋でセーヌ川を渡り、コートサントカトリーヌの丘の下を、全長1050メートルのトンネルで抜け、ダルネタルダニを地区定で越え、近く間を2272メートル進んだ後、全長200メートルの霧道宿間に位置する、ルアンリブドロワット駅に達する。バランタン橋梁セーヌマリーティーム県のアルフルール駅、そして路線は連続した。 構築物によって、河の大地上にたどり着く。路線は二つのトンネルで、ルーアンの北側を迂回し、デビル、マロンム、ボンドビルを結ぶ谷にたどり着く。そして、140メートルの斜橋や霧通し、築堤によって、開口部15メートルの八つのアーチからなる高さ26メートルの、マロネ橋梁に到達する。そのすぐ後に、マルネディエップ線の分岐点がある。 この区間で最も長い全長2200メートルのトンネルを抜け、フレスキエンヌの小さな谷を越えた後、オーストレバース川の谷を高さ32メートル、全長478メートルのバランタン橋梁で越える。パビリーまでこの谷に沿って進んだ後、サンドニダニに沿って進み、ソッテビルより137メートル高いモッテビルで、高地方の大地上に到達する。 大地上に登ってからは、曲線上にある全長530メートル高さ32メートルの、橋梁で超えるミルビルの谷を除いては、大きな起伏なしに40キロメートルほど大地上を横断する。路線は、イブ島を通ったアトボルベックの近郊を通過する。サンロマンで、路線は、ルアーブルへ向けて、 サンロオーランダニを1 1トルにわたって1メートルあたり8ミリメートルの割合で降りる。アルフルールの谷を渡り、グラビルの平野を越えると、東路線の終着駅、ルワーブル駅である。駅は市街地東部、港のドックに近接している。ほとんどの区間において路線は複線となっており、一部の区間においては参線もしくは複々線となっている。路線は、 サンラザール駅発着のすべての路線網と同様に、単相交流 25KV50Hz で電化されており、信号方式として、ブロックオータマイティークルミヌーが採用され、保安装置として、KVBE が整備され、また、データ伝送機能なし地帯列車無線連絡も整備され、一部区間においては識別機能も整備されている。 ノルマンディ・バルド・セーヌ高速連絡計画は、パリ・ルアーブル線の改良。最終的には、ノルマンディとシャルル・ド・ゴール国際空港を直結することを目的としている。アラはイ、e、線を西側に延長して利用し、また、CDG エクスプレス用の線路を走行する。この計画は2001年の LGV ノルマンディ計画破棄の後に作成された。 2009年6月のフランス共和国大統領、ニコラ・サルコジによる発表以来、LGV ノルマンディ計画は、再び活発になり、環境グルネルのプロジェクトに組み込まれたが、ノルマンディ・バルド・セーヌ高速連絡計画は、現在も修正されつつ存続している。LGV ノルマンディは1991年の高速連絡局長案で提唱された。 高速路線構想の一つで、主に、パリとノルマンディを結ぶ計画である。この計画は、バスノルマンディ地域圏、シェルブルイコールオクトビル、カーンの、閣議会を中心に、この計画を再活性化することになった、環境グルネルによって、再び現在進行形のテーマとなった。フランス共和国大統領、ニコラサルコジは、LGV ノルマンディのパリルアーブル館及びパリ、 シェルブール間のうち、第一期としてカーンまで短縮した区間について2009年6月の建設調査開始に合サインを出した。レ・シュマン・デ・ファー・デ・エル、ウエスト・トーム、アイラノル・マンディ・パリ、E ・ d リマゲ、1980、ABCDF e ・フランソはイマギー・パラオ。レ・レール・ E ・ n フランス・レ・80、プルミエール・リニー1820から1851。 P102 パリジュビジーオルレアン線は、さらに4日早く、1843年5月5日に開業し、パリを出発し地方の大都市を結ぶ最初の路線となった。フランソワイマギーパラオ、レレールイエヌフランスレ80プルミエールリニー1820から1851、P97 ハット AB フランソワイマギーパラオ、レレールイエヌフランスレ80プルミエール。 リニー1820から 1851P103ABC フランソアイマギーパラオレレール EN フランスレ80プルミエールリニー1820から 1851P143 フランソアイマギーパラオレレール EN フランスレ80プルミエールリニー1820から 1851P144RFF カルトでリニーエレクトリファイズハット RFF カルトデモーズ D エスペースメントでトレインズハット RFF カルトでリニーエキピーズでコントロールでビタシズハット RFF カルトでリニーエキピーズでリエゾンアベックレトレインズありがとうございます